農林部会長より応援電車をいただきたいと思います。よろしくお願いします。東屋の皆さん、こんにちは。本当に大勢の皆さんにお集まりをいただいて嬉しいです。私もこのフルルガーデンの前で今までで3回目です。地元小林さんの応援でここでやったことも覚えてる。あの時は夜かな、ちょっと暗くなったからかな。今回は井口邦子さん、私は今農林部会長という農業と林業担当している立場からすると、この八千代といえばバラ、村上といえば果物の梨、このバラと梨にかけて言えば今回の選挙、民進党、共産党、野党の言ってることはバラバラ。選挙の後のどんな日本を作りたいかというビジョンもなし、そういうところに任せるわけにはいかないから、この八千代村上から井口邦子さん、ぶっちぎりで当選できるように皆さんの力を貸してもらいたいと思ってまいりました。井口邦子さんをよろしくお願いします。おそらくこれだけ多くの皆さんがいると2階も歩道橋の上もそうです。ありがとうございます。そして下の皆さんもそうなんです。日向の方、日陰の方、日向の方気をつけてくださいね。短くやりますから。多分これだけいると自民党のこと好きな人ばかりじゃないと思う。おそらく自民党の支援者の方いる、公明党の支援者の方もいる、そして野党の方に応援している方でもちょっと小泉見てくるか、そういった方もいるかもしれない。私は野党の支援者の皆さんも今悩んでんじゃないかなと。それはあまりにも考え方が違う民進党と共産党が一緒に組んで、選挙までは良かったとしても選挙の後本当に大丈夫なのか、そういう思いが、私たち自民党公明党はもともとそう思ってるけども、野党の支援者の皆さんの中でも本当に大丈夫か、選挙の後に後悔することになるんじゃないか、この思いが広がってると思う。イギリスもなんと EU から離脱という結果が出ました。それが今 EU から離脱をしたいと言って離脱をしたい方に投票をした人たちの中から、まさかこんなことになるとは思わなかった、国民投票をやり直したいという声が出てきた。残念ながらそういうわけにはいきません。参議院選挙もやり直しはいきません。しかも私や小林さんのように衆議院議員は一度当選しても今日も明日も明後日もいつ解散総選挙があるかわからないけど、参議院議員はわけが違います。一度当選したら6年間選挙は絶対にありません。つまり今年2016年から2022年までオリンピック・パラリンピックを超えてもその先までを任せることになる人を決めるのがこの参議院選挙なんです。それだけ重要な参議院選挙で